前回のあらすじ。金持ちだぞ俺たちは。そして物語は続いていく。さて、ファイナルファンタジー始めようじゃないか。今日はここの制覇することを目標に。おっといけないバトルか。おめえらかよ。よし、俺たちのためファルガバードからここへ来た。この洞窟の怪物は普通の剣を倒せん、逆に分裂してるぞ。めんどくせえやつらだな本当に。だから今なんだ、魔剣士3人用意してんだよ。ラミアの横、これは多分いらねえやつだ。さあ誰だ、おめえか。何が問題かっていうと、経験値が少ねえんだよな。敵の経験値が少ねえからさ、さっき遭遇したやつもなんか80とかなんかいくらしたら全然くれねえらしいんだよ。困っちゃうんだよ。お、なんだこれは。バッカスの酒。大丈夫ですか、私の暗号機はまだまだ未熟だってこと。ここであったのも何かな。これを作り取ってくる。小鉄。よっしゃ。これは来てるんじゃないか。小鉄、二刀流だな。で、230。強えな。魔剣士は残しておこう。このど、あ、あれ？いねえ。え？どういうこと？この間に一体、何が起きた？なんか、ふと思ったんだけど、なんだろう。バトルから逃げてる間っていうか、なんすか？逃げを選択すると、なんか防御力がなんかめっちゃ低くなってるような感じがするんだよ。で、なんかこの、なんだろう、こういう敵がなんかさ、分裂する敵がいっぱいいる状況の時にはさ、麻酔針ってなんだ、麻酔針か。なんだ、敵を眠らせるやつか。てか行く場所がねえぞ。なんだろう、剣だけさ、やることがねえんだよ。逃げる以外になんかさ、なんつうの、選択肢がないっつうかさ、これややこしいな結構。まあ、逃げるか、剣の場合逃げるか、たまに回復するってくらいしかなんか、選択肢どっちでいいんだ。まあ、やることがないんだけどさ。で、なんだろう、ほんと何もやることがない。装備してるゴーレムの杖をなんか使わせて、なんか何もないっつうかな、ただただそのターンを、なんだろう、防御も何もできないからさ、そのターンをなんかいかに乗り切るかってことだけを、なんか何もしないで乗り切るってことをなんか、専念してやってるわけだな、どっちって。それ何もしないって風にやんないと、なんか、超大変だな、っていうか、敵があれだな、今まで出てきたとこと同じことだな。前のあそこ、なんだっけ。あれで、前なんかさ、ファルガバードだっけ、なんかあそこの、やつと変わんないんじゃないかって、なんだここは。あーし、なんか正解ルートっぽいな。宝、もしかお宝があるかと思った。なんだこれ。危ねえな、ここは。こっちの体力が、合ってる、ここで。ここの敵と全然めちゃくちゃ強い割には全く経験値も何もくれねえしさ。なんだこうか。源氏の小手、あ、これはいいんじゃないか。源氏の小手つったら、いいね。やっとあれか、まともな。あ、ってことはじゃあ探索はすべきなのかもしれない。結構上がるね。37、28、9上がったな。防御力は。こっち？よーし。じゃあさっきのところに戻るか。よーし。戻ってきたぞ。まあ、ちょっと発見したんだけど、ここは、ここと繋がってるだけで特になんもなかったっていうことだ。まあ、ただちょっとぐるっと、まあ、トラップ隠し通路ってやつだな、これはな。よーし、じゃあ行くか、今度はこっち。のしのし行く。よーし、行くか、じゃあ。ドガンと。激しく行くよ。どんどんまだも行くよ。絶対ここのダンジョンって結構きつい方だべ。これ多分魔剣士じゃなきゃ無理だったよな。あ、てか、竜騎士で永遠にジャンプ戦法でも行けたかもしれないな。マジかよ。じゃあしょうがない。じゃあ、手前から行こう。左か右か。トラップ通路これ。これ。じゃあ今度は、ここだな。まあ、正解か。お、正解っぽいね。ちょっと待って。ここはなんだよ。ここは一番右のとこに繋がっていたんで、特になんもなかった。と思われる。なので、行くとしようじゃないか。よーし。ん？ん？こっち？おーっと、正解っぽいな。正解だろ、きっと。正解にしよう。いや、ちょっと気になるな。気になるか、いっか。ちょっと、どっちだ？あ、多分、右下が正解だな。こっちがありますように。なんも、おっと。これぐるって回るパターンじゃないか、これは。なんも。まさかの。じゃ、ここは？あー。そういうパターンですね。なんもねえな。基本スルーで行きたいけどな。もうこれ以上こういうのが謎のなんかさ、当たるよ。奥は、手前行ってみようぜ。頼むよ。なんもないよ。行けないよ。ここだったよ。よし。ここだ！あ、正解だな。お、宝箱発見いたしました。菊一文字。これは、まあ、俺はもうだいぶ強くなってるからな。じゃあ、リッキー見つけるか。まあ、これは刀だろう、確実に。うお！
おお、上がったね。よし、さあ行こう。どこまでも行こう。下かな、上かな。本当はその武器を手に入れた 時点でそのなんだろう、まあ、強さっていうかさ、ちょっとデモンストレーションみたいなのしようと思ったんだけど、まあ、それもあれだな。まあ、決まる。その強さはボス戦かなんかでお見せした方が取ればいいんじゃないかな。っていう壁抜けできないか。またこういう感じのさ、ここだろどうせ。違かった？真ん中だな。今までその同じ敵を倒すのは 2発かかったんだけど、今回はもう一発で。俺とリッキーでも、もう各一体ずつ倒せるようになったんだけど。よし、行くか。どんどんハイポーションがなくなっていくぞ。これまずもっと買っときゃよかったな。でも金がね、その金前いくら貯まってんだ。いや、めっちゃなんか増えてないかな。買いだめ買いだめじゃねえよ。売りだめしたからか。大量になんか売りまくったからな。でも記憶にねえんだよ。前回まあかなりなんか いろんなもの売っ払って、お金を手に入れたってのは知ってるけどさ。宝かな？お、宝っぽいね。なんかありますように。源氏の盾、やった。いや、盾かいらねえな。盾いらねえ。残念。残念ながらな。あの、この、多分これで。よーし。あー、どうだ。じゃあ、こっちが正解だな。もう、ボス来てく、もういいんじゃないか。ボスじゃねえや。ボスっつうか、もう、最終地点まで来てもいいだろう。絶対これボスいそうだな。ボス。ちょっと今なんか、新しいことに気づいたんだけど、まあ、ちょっと先使っちゃったんだけどさ。魔剣士って魔法使えんだな。で、まあ、ケアル、ちょっと使わせていただいたんだけど、まさか魔法使えると思ってなかったんで、これ結構いい仕事なんじゃない？よーし。まだ続くのか。きついぞ、ここは。おっと。源氏の兜。よっしゃ、源氏の兜。これは強い。どうしよう。誰につけるかな。バランスよくいくか。まあ、俺は結構もういい感じで、もう上がってるからな、もう。じゃあ、とりあえず、リッキーだな。お。まあ、これでいい感じじゃないか。まあ、これでまあとりあえずばらけさせるしかないんだ。よーっしゃー。真ん中さすがにきついぞ。あ、てことは左だな。もういいだろ、もういいだろ、もうそろそろ。あ、こっちか。もうそろそろ出口だ。上下上、ややこしいな。どうだ、怖。また日本。よし、右だ。なんもあったか。なんだこれ。じゃあちょっと、やるか。俺がもう全部多分、全部おそらくカットしてるだろう。カットしてるだろう、バトルの全貌というもの。俺めっちゃ強くなってんじゃん。俺とリッキーが今ちょっと結構主力な感じだった。でもさ、まあ強いんだけど、まあそれ以上に、このリッキーの、ね、力が半端ねえ。いや、思ってるそうでもねえな。思ってるってかあんま変わんねえな。と言いつつ、いや、ほんとあれなんだよ。結構強くなったんだよ。あの、聞く位置なんちゃらかんちゃらってやつつけていく。強えんだよ、こいつら。そう、攻撃力が地味に高いんだよ。で、結構ハイポーションがなんかすげえ地味に消費されまくっていって。で、なんだろう、まあ、ほんと剣の場合は、もうみんなが大丈夫の場合は、ほんとになんかゴールでも強いで、なんかそのターンを過ごすって感じなんだけど。で、それ以外の時はもうハイポとかなんかケアララとかで回復させるって感じだ。やばいだろ、これ。ハイポだってもう50個近くあったはずなんだけど。で、ドア地獄の恐ろしい名前だ。で、その割には、まあ、お金いっぱいもらえるからいいんだけどさ。あれ？経験値なんかすげえもらえてんぞ。なんだ、地獄の馬って結構いいやつなんだな。今の初めて損したんだけどさ。なんなんだ、この警部は。警部っていうか、この祠は。ここだろ。お、あ、なんか下にもあるぞ。なんだこれ。宝箱だった。源氏の鎧。よし。誰につけるんだ？サムにつけよう。サムだな、これはな。まあ、これで全員、まあ、バランスいい感じになってんじゃないかな。防御力に関して。よーし。なんかこれ、またあれだな、ビッグブリッジ来た。よーっしゃー。あ？まだあるのか。もうさすがに、さすがにいいだろう、もう。よーし。行くぞ。下か。下行こう。あ？おー？なんだこれ。何のじらしプレイだよこれは。さーて、じゃあとりあえずここに目標の物はあるってことだな。もうちょっとだ、きっともうちょっとに違いない。ここだ、左、ここ。あー、オッケー。じゃあ右、ここだ。あ、もう全部ここにはかかってる。もういいだろう。どこ行けばいいんだ。ここか、あそこか。よし、左だ。左に
に違いない。そして、来たーこれー来たーよーし、この突っ切ってやるぜ。なんかいる？土の牙だ。ナノヒのアトラフィンはよくなった。誰だ？何が鬼を襲った？ボスバトルー、なんだこのイケメンだな、こいつ。こいつもイケメンだな。ちょっとあれだな。ちょっとよ、滑らかな足がたまんなくもねえよ。ふざけんじゃねえ。ふざけんな。もうやってやるよ。やってやる。全員もう総攻撃だ、総攻撃。大したことねえだろ、多分。あ、もう怖えな。うわぁ、強えなぁ。ちょ、待て。まずいな。プロテスかけるべきか。いや。多分全員、どうすかな。リッキー、どうするよ、お前は。1000だろ。1000ぐらい食らうってことだ。1000食らうって考えたら、まあ、ハイポで行くのが、まあ、無難。ハイポ行って、まあ、一発耐えられんだろ、きっと。ハイポ頑張るよ。まあ、とりあえずサムにやっとこう。まあ、サムが無難だからな、この場合はな。頼むぞ。倒さなきゃいけんなかんね、これは。これ絶対勝たなきゃいけないバトルだからね、これは。バーク野郎が！野郎。で、こうする。しょうがない。ちょ、リッキー。お前ちょ、寝とけ。ちょ、プロテスをかける、こっち。ちょ、忙しいんだ、こっち。俺にまず集中、俺に集中させる。力を！力を！うぇぇケチってらんねえな。エリクサ使うかも。ケアルがいけばいいか。頼むぞ、頼むぞ。ケアルが、間に合うよ。なんで強いならかも食らったんだ。なにこいつ毎ターンごとにどんどん強くなるパターンか。頼むぞ。ねえ、そう、そう、剣に行けば、剣に行け、そう、剣に行けば、剣。おお、ああ、焦った。よかった、土の牙で寝た。どうの、うぬの、まずどうなのよ、行かなくては。行こうか。やべえ、めちゃくちゃ焦ったぞ。帰ろう。これテレポなかったら終わった。多分確実に死んだ。よかったー。終わった。もうここ、二度と訪れたくねえ、わしらも。もう寝ようぜ、もう。やべえよ、ここ。ありえねえ。ありえねえ場所だった。こんなとんでもねえ場所初めてだ。みんな元気回復。装備どうしようかな。装備とか、まあ、魔剣士卒業でもいいんだろうけど。いや、いいのかな。じゃあ探すか、じゃあ、あれよ。よし、とりあえずあの全部、元に戻して、あの、ジョブを元に戻して、で、まあ、サムにこの、ゲンジシリーズをなんか全部、まあ、集中させて、まあ、かなり、いい感じになってんじゃないかなってことで、一旦あの、この村に戻ってたんだけどさ、暗黒騎士の村にさ、多分これまだなんかあるんじゃないかなと思うんだよね。なんか右下になんかさ、あの、なんか謎の、あれ、なんかあの、物体があるしさ、あの、はしごとか階段があるしさ、で、あの、右上のなんかあの草むらも怪しいし、なんか絶対ここなんかどっかあると思うんだよな、隠し通路みたいななんか。でもちょっとそれ探してんだけど、あるべ、多分。なんかもう右じゃねえ、左の方なんか見たんだけど、なんか多分それなく、多分なくってそっちにはさ。おっとっと、おい。おなんだこれ。来たな、これは。おい。低い一文字にふさわしいものも探してるんだから、ごめんなさい、これ魔獣を倒せる。なんだ、キングベヘモスか。ええー、忍び。いけるか、これ。大丈夫か。え、これは、ガチバトルか、これ。ちょっと待って、じゃあやってみるか。よろしくお願いします。おー、266？ 強いのかな ?248。どうだいあれ全然あれだな。思ったよりじゃなかったな。もっとなんか、凄まじい攻撃してくると思ったけど。お見事。ありがとう。やった。マジかよ。てか、これ。今日捨てたの。そしたら闇もまた力を貸してくれる。もうこれ名言じゃね、もしかしたら。闇もまた力を貸してくれる。暗闇ってのは敵じゃないからな。なんだよ。これ最初、ここに、あの洞窟行く前にこれ欲しかったぞ、これ。270。すげえ強えな。274ってやばくねえか。一人だけなんか異常な強さだな。さすがサムちゃん。お下行ける？お、いけんじゃん。やった。で、こう下に行きつつ、何かを手に入れるって。これなんかあるんじゃないかな、きっとな。ハイポーション、やった、ハイポーションありがとう。デモンズメール、デモンズメールもいらねえな。
ハイポ。デモンシールド。ここら辺もういらねえやつだな。売っ払っとくかじゃん。売っ払うか、まあ酔っ払うか。よーし、行くか。腕の祠。ここだよね。ここだっけ？あ、ちげえ。あっちか。オッケーオッケーオッケー。あれか。あ、どこだっけ？あれ、どこだか忘れちったよ。このもっさりで探すのめんどくせえんだよな。っていうかよ、あそこ着いたんだよ。動画の館。で、こいつ入れねえの、インビンジブルじゃ。吹っ飛ばされちゃってさ。なんかちょっと今なんか懐かしいなと思って、なんかこれ乗った瞬間になんか、なんかすげえ速いし、なんかめちゃくちゃ速いんだけど、なんか、なんだこれ。なんかちょっとなんかすごい、なんか家に帰ってきたような、なんかちょっとなんか不思議な気分だな。めちゃくちゃなんか可愛いもんだ、こいつ。やばくねえか。これ半端ねえな。やっとだよ、もうこれ。これ半端、これいい船だったんだな、こいつ。さて、行きましょうかい。ドアの館やっと着いたよ。さあ、こちら私と船のお前たちに用意したものを授けよう。お。何、何をくれるの？何これ？ドア、洞窟？あ、この洞窟を投げて忘れたんだよ。それはさ、これはダンジョンなわけ。ちょ、待って。ダンジョンだとしたら、ハイポとか絶対いろんなもの用意しなきゃいけないぞ。ちょ、待って。長いかな。結構やばくね？ちょ、待って。敵出る、敵出る。出る！あ、これ、なんかあったことあんの？出るのか。敵出るのちょっとやべえな。地味に強いし、しかも。マジか。一回あれだな。ちょ、用意しよう。ちょ、ここに来るために用意しなきゃ、ちょっと話んだな。1580。やばくねえか。サムが今超来てるね。やばい、来てるな。で、俺はどんぐらい食らわせんの？あ、これクリティカルだな。1264か。全員魔剣士でもよかったかな。あ、もうあれか、防具がねえからな。お、やっとまともな剣士もらえんじゃん。次回にしよう、これは。そう、これ探索次回にして、間違えちゃった。何が待っているのか。ファインダーとネクスタムセクションチーム。